堀内正明は日本の建築学者。学位は工学博士。昭和女子大学生活科学部教授、大学院生活気候研究科教授、近代文化研究所所員。昭和女子大学短期大学部生活文化学科教授。昭和女子大学短期大学部文化創造学科教授などを歴任した。建築士や衣装を専攻する和歌山県出身の建築学者である。 ドイツ建築士や日本近代建築士を研究しており、特に近代日本の西洋館の調査や歴史的建造物の保全活用に関する研究などが知られている。かつて司法省が設置されていた中央合同庁舎第六号館赤レンガ棟においては復元改修工事の設計監修を手掛けた。さらに、かつて松つ法制グの邸宅であった 西町インターナショナルスクールの松方ハウスにおいても復元改修工事の設計監修を手掛けている。また、昭和女子大学短期大学部生活文化学科の助教授、教授、及び文化創造学科の教授を経て、昭和女子大学生活科学部の教授を務めるなど、各教育研究機関においても、教鞭を取った。1954年、和歌山県にて生まれた。 1974年4月に芝浦工業大学に入学し、工学部にて学んだ。1978年3月に芝浦工業大学を卒業し、工学士の称号を取得した。同年4月、東京都立大学の大学院に進学し、工学研究科にて学んだ。1980年3月、東京都立大学の大学院における修士課程を修了し、 工学修士の学位を取得した。同年4月より、博士課程に進んだ。1986年3月に、博士課程を修了し、工学博士の学位を取得した。1988年より、昭和女子大学短期大学部に奉職し、生活文化学科の助教授を経て、教授に承認した。2006年、生活文化学科が人間文化学科と統合され、 新たに生活文化学科が発足した。それに伴い、生活文化学科にて引き続き教授を務めた。その後、昭和女子大学に転じ、生活科学部の教授に就任した。生活科学部においては、主として環境デザイン学科の講義を担当した。また、昭和女子大学の大学院にて、生活気候研究科の教授も兼務した。生活気候研究科においては、主として、 環境デザイン研究専攻や生活気候学専攻の講義を担当した。また、昭和女子大学の近代文化研究所においては、書院を兼務した。また、大学教員としての活動の傍ら、2012年1月27日より、瀬戸谷薬区文化財保護審議会の委員を兼任した。また、2015年1月1日より、横浜市建築、 開発紛争調停委員会の委員を兼任した。復元改修工事を設計監修した中央合同庁舎第6号館赤、レンガ棟専門は建築学であり、特に建築士や衣装といった分野の研究に従事した。具体的には近代の日本における西洋館の調査や歴史的な建物の保全活用に関する研究などに取り組んだ。一例として、 かつて司法省が設置されていた中央合同庁舎第6号館赤レンガ棟の復元改修工事にて1990年4月から1995年3月まで設計監修を担当した。その他にも1994年11月から1995年3月にかけて中央合同庁舎第6号館赤レンガ棟のホーム資料展示室に陳列された。 建築関係資料の監修を手掛けた。また、1995年2月から1995年11月にかけては法務省赤レンガムネ復元改修工事記録編集委員会の委員を務めるとともに作業部会の主査を担い、その工事記録を法務省赤レンガムネとして取りまとめた。また、かつて松法政ごの邸宅であった。 西町インターナショナルスクールの松方ハウスにおいても復元改修工事の設計監修を手掛けた。多くの専門書、学術書を執筆するとともに、ブルーノタウトなど国外の文献の翻訳などにも携わった愛。ヘルマン・エンデとビル・ヘルム・ベックマンを題材とした明治のお雇い建築家、エンデ・ベックマンを上司したところ、この業績が高く評価され、1991年に 日本建築学会奨励賞を授与された。また、2012年12月には、母校である芝浦工業大学より、間い竹文記念賞が授与された。学術団体としては、日本建築学会、建築士学会などに所属した。日本建築学会においては、文献小6委員会委員、現代ポルトガル建築家5人展実行委員、論文就審査員、 歴史的建築リスト整備活用省委員会委員、論文集委員会委員、及び関東支部の歴史衣装専門研究委員などの役職を務めた。学生の頃にヨーロッパを旅した際、現地の歴史的建造物に惹かれ、建築学を志すようになった。ありがとうございます。